こにだいぶ、ね、ランを作ったというような感じになりゃしないかな、はい、という心配があります。心配ですね。はい。佐々木さん、どうですか。今のところよくわかんないです。あのでもよくわかんない人多いと思います。私たちも全然わかんないです。 TAG って本当にね、急に出てきてわかんなかったです。細川さんは急にじゃないんですけど、 TAG だ、TPP だ、FTA だって何だったらこれからやりますから、はい、ちょっと待っててください。はい、もちろんです、はい、10時まではいます。はい、お願いします。ぜひ見てください、はい、さあ、玉川さん、まず大枠ですけども、どうですか。だからこれは、日本としてはその防戦ですよ。あの要するにやっぱり交渉っていうのは、はい、あの攻める守る両方あるわけじゃないですか。まあ対等だったらね。だけどもうそのアメリカが多国間でのその枠組みっていうのをどん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 トランプ大統領がやめて、食べてんの全部2国間でやるっていうふうな形になってきてる中で、中国を横目に見て大変なことになってると。じゃあいかに防戦をするかというふうなところで、食べてんの。いやだからどれぐらいそのルーズしょっぺいなって、分を小さくするかっていうふうなことの結果がこれだと、ね、癖になるの。今までトランプ大統領が癖になっちゃうの、これ日本は下げてきた、うん、下げて最初はきついけど癖になっちゃうの、これ2国間でやるとまずいと、基本的にやっぱり強い国と弱い国の間で向こうで交渉をやって塩気がいいの、塩気が有利の場合は、幕末のね、これぐらいでしか塩ね、塩気これぐらいでしかね、食べれることできないもんね。だから、まあ多国間でやりましょうということで TPP を進めてきたってことは、塩気がたまらないの。これ少し旨味もあるの。二国間は不利だからってことですよ。まあ、そうなんです。もうちょっと後で FTA とそのねえ、ねえ、これちょっと間置くのがいいの、これ。うん、おいしい。癖なるな、これな。これがうまみか。これがうまみというものか。ねえ、もうおっぱい塩気ないからね。おっぱい塩気ないからな。ね、ああ、おいしい。ああ、おいしいな。これちょっとまた後でさらに、そこら辺そのポイントを今おっしゃってください。ちょっと心配なんだと思います。さあ、和江さん、私のむせるの、むせるの、英語がいっぱい出てきてわかんないけど、ちょっとやります。はい、まず TAG っていう交渉を始めましょうっていうところ決まります。でも美味しいの。